君の姿を見るたびに時々が止まらない。あらーサーホルです。サーホルのお姉ちゃんです。はい、どうも。後半戦でございます。前半戦まだ見てない人はね、あの激アツの前半戦熱なりましたね。見てください、動画概要欄から見てください、はい、ということで次は墨の絵のチレースです。僕は自信星5です。私10。じゃあ僕5の僕から発表しますはい、インコース谷村さんも逃げてもらわないと困ります。で、展示見てた感じ圧倒的に4秋山さんです。で、ワンチャンオッズめっちゃついてますけど3の佐藤ちゃんも、佐藤ちゃん、はい、ワンチャン狙いたいっていうことで1423と124、142同方線なんで4000いってます。で、143が2000円と資金配分間違えました124が2000円にしたかったんやけど間違えて143が2000円になっちゃいましたとまあいいでしょう、いいでしょう、はい、いい間違い、はい、124ガミです。はい、そうですね、はい、はい、資金配分間違えました。当たるやそれ、間違えた。私も1414全です。あ、絶対当たる。これ絶対当たりますわ。結構買いましたね。なんかどうしたんですか。初めてこんだけ買ったかも、人生で。それ絶対、いや、さっきのやつちょっとあまりにも動画にならん予想すぎて、はい、もう、はい、いつものこと別に今に始まったことじゃないですレッツゴーしてもらってます。なんか割とも安心してるみたいな。風が収まって緩やかな風が出て、後半戦第2戦スタート終了前です。インコースから両方当てます。4番クルマの3対3のバックで、あ、もうなりました。大丈夫、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 大丈夫。1700円っていう、もうこれで全財産です行った、また行った、はい、じゃあ当たるわ私、はい、私ちょっとわけわからんかもしれない。あ、でも1322でいいじゃないですか。はい、123626。え、あ、236とかあるの。262と236があります。なんかまたそれも当たりそうな感じですね。
132で2人ともハッピーってことでしょ。あ、ハッピーハッピー、それでいいじゃないですか。それでいきましょう。はい、レッツゴー。ちなみに外れたら1枚貸してください。いいよいいよ。まあでも当たりますでしょ。これはどっちか当たりますでしょ。132でいいでしょ。132応援しますね。ダッシュ遅れたやろ、ね、ちょっと2。いや大丈夫、ダッシュ完璧完璧完璧、入れたら1、完璧。すごい、マジで。よいしょ、完璧です。4おるね。4は大丈夫です。4は怖くないです。オーケー、132やろ、しかもどっち、ジュリスさん、いや、あの、ジュリスさんか、ジュリスさんか、やばい、ドキドキしすぎて言葉が出ない。大変に132が良かったっすね。市川さんも勘弁して。いや、あーやばい、あーあ、4、やっば、なに今のか、やば、14まで来たって、やば、なんだ今のか、なんだ今のか、ファンファールやん。今のターン何なん、やっぱ市川さんなんや。え、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 どういうこと。市川さんヤバすぎたって。なんだ、どないくなよ、お前マジで笑わないから。マジでめっちゃ怒ってる。お戻し入る。すいません、ありがとうございます。また1枚変わりました。ごめんなさい、マジでこのレースほんまに分からなかったんで全乗りします。1と4です。分かりました。全員出てるのは1と4。分かりました。はい、はい、お願いします。めっちゃ悪い人来ました。遅くなりました。遅くなりました。お兄さん、お久しぶりです。お疲れ様です。めちゃくちゃ柄悪い見た目で、どこで売ってたんですか、そのサングラスは。手作りです。手作りです。はいはい、どうですか。鬼来ました。鬼来ましたと。はい、あれ、まあ僕から言いますわ。あの、僕ほんまに分からなかったんで、予想屋の買い目買って、調査の買い目買って丸乗りしました。4の1号の125。4の1号の125。はい、お姉ちゃんは、お姉ちゃん今日絶好調。今日絶好調。いつも絶好調。1346の346の25。え、まあいつもの感じですね。ああ、そしてお兄ちゃん、お久しぶりです。ああ、まず一発目やから、とりあえず当てに行きます。当てに行きました。固く1425、白5万円。え、久々見ましたね。いや、マジで来てほしかったんですよ、お兄ちゃん。僕最近頼んでたんで。え、当てにして一瞬、一瞬です。14、え、ああ、25、うん、1425で、あ、一緒っすね。一緒です。あ、え、こっちは全然違います。あー、なるほどね。全然違います。レッツゴー。いい感じです。まだ始まってないよ。3対戦に分かれて緊急体系固まっています。中二病心が回っていまして、予選最終日の勝負だけは大丈夫です。さあ、前提が進入してまいります。やばい、ドキドキしてきた。行った行った。あ、あ、いや、せよ、せよ、しまってる、せよ、え、せよ、あー、そう、マジ？せよ、グーチ？せよ、このまま映しちゃうかって。何？何？フーチ何やったっけ？451。え？451ある？うわー、できたやろこれ。できてるもん。当たった。えぇー、すごい、フーチすごい。いや、僕じゃなくて完全によそ屋さんに乗ります。ほら、よそ屋さんに聞こたん。予想屋さんに丸乗りしてた。よし、住みの駅来たら予想屋の翔さんやわ、マジで。ちょっと後で俺
飯に行きます。久々にこんな額取ってんけど、マジで。おめでとう。お兄ちゃん来たんで、僕もちょっと気合い入れて戦います。やばで、お姉ちゃんに1枚返します。ありがとうございました。あの借りた次のレースに返すんで。4個は勝ってるに決まってるじゃないですか。よっしゃー、ナイス。丸乗りしました。よっしゃー。はい、僕からの、的中の祝儀は宣伝とさせてもらいます。ありがとうございます。はい、動画で丸乗りさせていただきました。よかったです。はい、いつもありがとうございます。投資4000円が6万なんぼになりました。おお、よかったよかった。ありがとうございます。じゃあ、あと11、12頑張ってください。じゃあ、墨の駅たら翔さん、ありがとうございます。端っこの方にね、追いやられてますけど、はい、頑張るんで、一番いいって怒ってますんで、はい、よろしくお願いします。11レースです。とりあえず、まあ、予想屋の翔さんに乗って当たったんで、今回も一応4点聞いてきて、それも買いました。それがこれです。今絶好調の予想屋の買い目が3-14-146。3-14-146。はい、3頭です。なるほどな。で、本戦僕が自分で考えた1点だけ、インから1点だけ買いました。1-3に1万円ですね。って感じです。はい、はい、3-1-3-1-1-3。当たる、これ当たる、私当たるかもしれない。1-3-1-3-4-6。めっちゃ似てるじゃないですか。よそやさんの会話と似てる？めっちゃ似てますわ、それ。絶好調の、はい、いけるかな、お兄は。お兄ちゃん、俺はもう、さっきと同様、くだらん、もうガチガチの本線。1-3-4-3-4、各5枚。はい、一回当てないと。1-4-3だよ。1-4やったら意外とついてるからな。1-4-3やったら50万、60万くらいになりますね。ゆうちゃん、見た？飛行経験。さっきでしょ。もうみんな多分もう慣れてきてます、視聴者の人。いつ当たるんかなと思ってるんです。これ当たったやつでもバーン。次12です。レッツゴー。これ、流れ来てんな。来てますね。な増えそうな。もう多分13万持ってますもん。まだ始まった、今始まった。そうやな、これ。あ、もう見えへんな。わー、いい。以上か。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、私か。
泣いても笑っても最後の12レースです、はい、はい。もうちょっとかけたらまた、はい、私がまた足せます全然、はい、どうぞ、はい、本命はこれです。2、1の木下翔太の差し3、4、6です。はいはいはい。3位生き残ってる？残ってないな。もうへさき向けちゃえ。向けちゃって。向けちゃえ。向けちゃって。向けそうな感じですけど。もう向けちゃって。もうイン取ろう。どうせやったら。あれどうせ何してるみんな。仲良しやな。密密。密。コロナ禍やで。5頭ちゃいます。5頭。はい、いただきました。いいよ。あれてもっと。1、2、3、4、6。めっちゃ仲いいやん。もっと深まれって。始まった。ほら、もっと深くかなってほしかったな。あんま意味ないな、この短期が欲しい。この短期あんま意味ないですね。4が出てるか出てた。いや、乗ってた乗ってる、めっちゃ。誰が乗ってるの、大丈夫。うわ、一番乗るね。あかん、一番乗んない。16は本間が。え？それはだ誰も当たらない感じ。46ダメ。
だれ。ということなんですけども、はい、マイクここ、あ、マイクここね。はじめまして。はじめまして。ワンホールマスターです。